オルデンブルク大公国グロスハートサーグトム、オルデンバーグ国家、ハイルディル、オーオルデンバーグオルデンブルクは、中世から近代にかけてのドイツに存在した、両方国家、首都であるオルデンブルク、及びそれに由来する領主、君主の爵位によりこの名称で呼ばれる。中世に、オルデンブルク伯領の領主であったオルデンブルク家からは、後に、デンマーク王家が出た。 また、オルデンブルク家の分家にあたるホルシュタインゴットルップ家は、ロシアのロマノフ家にもつながっている。それゆえに、オルデンブルクは、神聖ローマ帝国に属する両方でありながら、デンマーク王が領主となっていた時代があり、また短期間ながら、ロシア皇帝が領主になっていた。1七7七年には、ホルシュタインゴットルップ家のもとで、オルデンブルク公国となるが、ナポレオン戦争中には、 フランス帝国による支配を受けている、ウィーン会議の結果オルデンブルク大公国となり、1871年にドイツ帝国の構成国の一つとなった、ドイツ帝国期のオルデンブルク大公国本土上が北部リューベック、下がビルケンフェルト市とオルデンブルクはベーザー側川,川口にもほど近い、支流フンテ側のほとりに位置する都市である。都市、オルデンブルクを中心とするベーザー、 川下流域一帯が両方オルデンブルクの本土にあたる。この地域は古代においてフリース人が暮らしたフリースラントと呼ばれる地域の東端にあたる。オルデンブルクを中心としてザクセン人が支配を押し広げた結果、北にはワッテン海、ヤーデワンに面する領域が形成された。フリース人の文化の名残はザーターラントで話される東フリジア語などに残されている。 ドイツ帝国期のオルデンブルク大公国は、ドイツ帝国内に拡散した三つの領域を持っていた。本土のほか、リューベック市北部に隣接する旧リューベック市協領の一部、プロイセン王国ライン州内に位置し、バイエルン王国領プファルツ地方にも近い旧ビルケンフェルト公国である。北部リューベックとビルケンフェルトは、それぞれ19世紀初頭にオルデンブルクの両方に含まれることになった土地である。 オルデンブルクの伯として最初に知られる人物はエリマール一世である。エリマール一世の子孫はザクセン諸公国の家臣としてあるいは対抗者として現れる。1180年皇帝フリードリヒ一世がザクセン公ハインリヒ三世の公領を募集した際、オルデンブルク伯も帝国諸公としての地位を認められた。この時のオルデンブルク白領にはデルメンホルスト白領も含まれていたが、 デルメンホルスト伯領は、その後一族の若い分子のための所領として、しばしば分割された。13世紀初頭、オルデンブルク伯領はその北や西に広がる、独立のものもあれば、反独立のものもあった、フリース人諸国との一連の戦争を戦い、領土を次第に拡大させた。オルデンブルク伯は、隣接する自由反座都市ブレーメンやミュンスター司教とも、 デンマーク王クリスチャン一世フォートナトゥースとも呼ばれたディートリッヒの子で1440年にオルデンブルク白衣を継承したのがクリスティアン7世である。母方の家系でデンマーク王に繋がっていたクリスティアン7世は1448年にデンマーク王に選出されたである。これによりオルデンブルクはデンマーク王国から遠く離れた飛び地となった。 オルデンブルクの統治を委ねられた王の弟たちは、しばらくの間先制政治を行った。さらに、クリスチャン一世は、1450年にノルウェー王、1457年にスウェーデン王を兼ねた。1460年には、シュレース・ビヒ公国及び、ホルシュタイン公国を継承したが、これはその後のオルデンブルクの歴史にとって、重要な出来事となる。 クリスチャン一世は1454年、弟のゲルハルト六世に、オルデンブルク博の地位を譲った。ゲルハルト六世は、好戦的な君主であり、ブレーメン司教や、その他の隣国と、工場的に戦争を繰り広げた。1483年、ゲルハルト六世は息子たちによって、大義に追い込まれ、スペインへの巡礼に出て隠しすることになる。オルデンブルク上16世紀初頭。 オルデンブルクク・ヨハン・オセイは再びフリース人を犠牲にして勢力を拡大した。ヨハン・オセイ、死後、四人の息子が伯爵領を共同統治した。その一人、アントニイッセイはルター主義を導入し、修道院を抑圧した。その一方で、シュマルカルデン戦争においては、カトリック教会を支持する皇帝カール五世に対する忠誠を貫き、領土を増やした。 アントンの弟クリストファも軍人として名声を得た人物でデンマーク王クリスチャン2世の福井を目指し白爵、戦争を戦った。アントン1世の孫にあたるアントン・ギュンターは1603年に白衣を継いだが自らをしてオルデンブルク歴代で最も聡明な君主とみなしていた。イエファーはアントン・ギュンターの継承以前に白領に編入されていたが百二十四年に クニップハウゼンとファーレルを領土に加え、1647年にはデルメンホルストを最終的に統合した。30年戦争においては中立的立場を保ち、また、ティリー博には貴重な軍馬を提供することによって、他のドイツ諸国が被むった後輩から事業を免れさせることができた。また彼は、ベーザー川を航行する船から通行料を徴収する権利を皇帝から得、 豊かな資産を築く財源とした。1607年に彼はルネサンス式の上官を築いた。しかしアントン・ギュンターは1667年に男子なく母し、オルデンブルクは同族であるデンマーク王国の支配下に1773年までの約100年間置かれることとなった。1789年のドイツ北部オルデンブルク家の分子であるホルシュタインゴットルプ家は 1544年に、デンマーク王クリスチャン三世がイボテイのアドルフを、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゴットルプ公としたことに始まる。この系統からは、スウェーデン王家が出たほか、リューベック史教皇家などの王公が輩出した、第六代シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゴットルプ公、カール・フリードリヒは、ロシア王女のアンナ・ペトロブナと結婚。その子である、ピョートル三世は、ロシア皇帝となった。 ピョートル3世の日であったエカチェリーナ2世も母がリューベック市教皇家出身でホルシュタインゴットルプ家の血を引いている。1773年デンマーク王クリスチャン7世はピョートル3世とエカチェリーナ2世のコパーベル1世にオルデンブルク伯領を割上した。デンマークとロシアはシュレースビヒ公国及びホルシュタイン公国を共有しておりオルデンブルク割動は ロシア側がシュレースビヒとホルシュタインに関する権利をデンマークに引き渡すことの代償であった。パーベルは王子にあたるホルシュタインゴットルプ家出身のリューベック、司教皇、フリードリヒアウグスト一世をオルデンブルク博とした。1777年に償釈が行われてオルデンブルク公国となった。フリードリヒアウグスト一世の子ビルヘルムは1785年にオルデンブルク公を継いだが、 精神疾患のためすでに就職前に無能力が宣言されていた。このため重廷であるリューベック司教校ペーターが摂政としてオルデンブルク広告を動かしていた。1803年の帝国代表社会議主要決議により、オルデンブルク広告はオルデンブルクミュンスターラントとリューベック司教領を併合した。ペーター一世、ナポレオン戦争中の1806年。 オルデンブルク公国はフランス帝国軍及びオランダ軍によって占領され、セッショ政ペーターはフランスと共に戦うことを余儀なくされ、1808年にライン同盟に参加した。しかし1810年、ナポレオンはエアフルト公国との領地交換を拒否したことを理由としてオルデンブルク公国領を没収し、フランス帝国に編入。 ブレーメンを中心とするブッシュジュベイザー県などの一部とした。ペーターはロシアに亡命し、第6次大仏大同盟に加わった。ナポレオン没落後の1813年、摂政ペーターは、オルデンブルクに帰国した。ウィーン会議において、ロシア皇帝アレクサンドル一世のために協力し、これに報いるためとして、オイティン、ビルケンフェルトが与えられた。また、 オルデンブルクの君主号は大公に進められ、オルデンブルク大公国が成立する。1823年に、ビルヘルムが死去、摂政ペーターがオルデンブルクの君主ペーター一世となるが、両者とも存命中は大公の称号を交渉しなかった。1829年ペーターが死去し、その子のアウグストが後を継いだ。アウグストがオルデンブルク大公を交渉した初代となる。 ヨーロッパを席巻した1848年革命から、オルデンブルクも免れることはできなかったが、大きな衝突が発生することもなかった。1849年に憲法が制定されたが、アウグストの性格によって、非常にリベラルな憲法となった。特権貴族が存在せず、農民の自立性が比較的高く、都市が重要な地位を占めるという背景の中で、アウグストは、 啓蒙先生君主として国家を運営した。このため一定の摩擦は避けられなかった。1852年憲法にいくつかの改正が行われたが、それでもドイツ連邦の中では最も進歩的な憲法であった。1855年、1868年に行政機構の大きな改革が行われた。また、1863年には、 教会の業務を政府が監督することが法律によって定められた。1853年にはヤーデワンセーガンの一角がプロイセンに売却された。プロイセンはこの土地に軍港都市ビルヘルムスハーフェンを建設したドイツとデンマークの間に位置するシュレースビヒ公国及びホルシュタイン公国については1840年代からの貴族に関する民族紛争が生じ。 関係諸国を巻き込み二度の戦争に発展した。こうした中で、ペーター二水は、1863年に、シュレースビヒ公国及び、ホルシュタイン公国の高位請求権者となった。広島戦争を経て、両公国がプロイセン王国により併合されると、1867年に、ペーターは、プロイセン王国と協定を結び、請求権を放棄して、保障を受け取っている。 ペーター2世はオーストリア帝国と対立する立場を示し、1866年に北ドイツ連邦に参加、1871年にドイツ帝国の構成国となった。1918年、ドイツ革命が勃発して君主制が廃止され、オルデンブルク大公国も終焉を迎えた。その領域にはオルデンブルク自由州が設立された。この記事には、 アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含むアノニマス、オルデンバーグ、インチザム、ヒュー、インスイクロープディア・ブリタニカ、20、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、PP7172、ありがとうございます。